えー、先日、えー、小豚寿司で有名な吉田屋さんが食中毒を起こしたということですけど、まあ、この小豚寿司、ね、サバとサケの,、ね、のヘラで、ねこのえー、切って食べるこの小豚寿司ね、ね昔から好きなんですよね。昔はね、なんか笹の葉かなんかにくるんであったんだけど、今はもうビニールになっちゃったけど、まあ、子どもの時から大好きでした。 だからですね、これも食べれなくなっしばらく食べれないのかなぁと思いつつ、まあ、一番の問題はですね、まず駅弁ってルールがあったはずなんですよね、製造から4時間以内とか、あと、まあ、常温保存可能とかですね、あと、臭くないっていうところがあったと思うんですけど、 最近海鮮関係が増えてきて、まあ、イクラめっで、カニウニだったら加熱はできるんだけど、このイクラっていうのが、あれなんですよね、生ものなんですよね、結局。これがこの製造から4時間、常温で置けるのかっていうのをずっと疑問を感じててですね。 ただンンいくらだけだったらまだし、もいくらにはご飯んが接触してるわけだし、まあ、いろんな食材がこう接触してるところで、うーん、この製造から、まあ、4時間というルールもここ最近崩れてるような気がするんですよね。もう駅で売ってたら駅弁みたいになってて、あのまあこういう海鮮せん丼だったら、例えばですよ、デパ地下とかで売ってる。 生物それをまあ、ぶっちゃけ、えー、何も冷却剤をつけずに、まあ、歩き回って腐らないかっていうところを考えると腐りますよね絶対ね。しかもあれですもんねあの今30度超えてる状況下で,で帰ってきて冷蔵庫入れたって腐ってるものは腐るんですよね。 食中毒菌がもう蔓延しているものはもう食中毒菌蔓延してるんですよ。冷蔵庫にいくら入れようが。例えばもう、まああんまりあの電子レンジもあんまりあの完全には殺菌とかできないんですけど、まあ、電子レンジかけられたらまだいい、ちょっとはましかなと思うところはあるけど、まあ、それにしてもこう生ものは無理ですもんね。 だからそもそもその辺の感覚が多分、買ってるユーザーも、なんかもう駅弁なら安心みたいなのあ,あると困ってしまうんですよね。ここ最近のだから駅弁は、このきこういう基準とかあんまり考えてない駅弁多くて、だからね、吉田屋さんもこれ、小豚寿司、これ酢で締めてて、これいいんですけど、 ね、そういうふうに技術っていうかまあこういうふうに常温でしばらく、まあ、4時間は絶対食べれるような形でみたいな形である程度基準があったんですよね駅弁のそれがなくなっててまあぶっちゃけどうしさだけで、うん、こういう状況にはなるなっていうのはずっと思ってて、うん 駅弁愛好家としてはちょっとねここ最近の駅弁のも方向性がおかしかったような気がするんですよねはいだから本当にに何だろうしかもどっかのデパ地下でやるって言っ流通過程に問題があった場合もこの吉谷さんに影響を受けるわけだからこんなに何ていうの多売しなきゃよかったのにって思うんですよね本当に吉谷さんの小ぶた寿司が大好きな人からするとですね あのいくらのいくらの関係は嫌だなぁとずっと思っててですね、はい、まあ吉田さんには頑張ってほしいですけど根本的にあの危ない弁当は全部やめた方がいいと思います、うん、しかも北海道の弁当 吉田さん八戸でしょだって青森でしょあんまり北海道の材料は北海道の弁当業者に任せない良いような気がするんですよねはい。